はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はこちら、まあ、開封動画なんですけども、いつもと違うね、ちょっとバトスピーではないんですが、デュエルマスターズのね、このマスターズクロニクルパックっていうやつの、コミックオブ、ヒーローズっていうパックをね、開封していきます。1パック7枚入りの、パックが固定で10種類、まあ、あるそうなんですが、僕がこう、バトスピーをやる前ですね、まあ、デュエルマスターズをやっていた前世紀、が大体第4弾ぐらいなんですけれども、その時に好きだったこのね、悪魔神バロムが再録されてまして、この黒城京志郎ですね。はい、こちらのパック目当てで、5パック買ってきてます。で、まあ、10パック固定なんですが、確かね、もう調べたところによると、箱から出るのが、まあ、全種類、まあ、10パック入ってて、確か。確か10パック全部出るっていうそうなんですが、僕がこう買った時にタイミングが悪くて、まあ新しい残っていた箱と新しい箱を店員さんが開けていたので、もしかしたらね、被ってしまうかなっていうところで、目的はこの黒城京志郎ですね。あとは、白鸚のパックもいいかなと思ってます。はい。まあやめたのが、ティラノドレークとか、まあまあその時期なんですよ。デーモンコマンドとエンジェルコマンドが出なくなったからやめましたっていう感じですね。はい。まあ、一応は、第1弾の時にから、まあ、デュエルマスターズはやってましたと。で、まず1パック目が、グールジェネレイドなので、何パックかな？ザキラかな？はい。グールジェネレイドが1枚。いいですね。アポロヌスドラゲリオンですね。まあ、噂には聞いてるんですけど、はい。まあ、初めて実物見てます。で、デスフェニックスですね。はい。僕の時代はデスフェニックス超強かったですね。まあ、これがあまりね、高くて買えなかった、まあ、僕ですね。で、オールデリートと、ダークルピアが入ってますと。そして、2パック目は、ヘビーで、メタルで、です。これ合体するやつですよね、確か。はい。ヘビーです、メタルで。合体。そして、デスペラード。デスペラードですね。で、まあ、ゴッドオブゼット。で、デュエルマスターズのカードって、今触ると、ね、結構薄いですよね。まあ、バトスピが太いんだろうけど、まあ、結構弱く感じます。あ、来ましたね。アルカフェウス。アルカディアスのパックです。あったね。アルカディアス。で、アルファディオス。おー、かっこいい。アルファディオス。かっこいいですね。で、アルカディアス。あ、アルカディアス、イラストが変わってるんですね、これ。はい、初期とは違う。で、パーフェクトギャラクシーと、アルカキットに、ホワイトアウト。いいですね、白鸚。で、ホーリージパック。ホワイトアウト。そして4つ目。まあ、アルカディアス来てくれたのでって、あ、かぶりましたね。はい、かぶっちゃいました。アルカ、フェウスとアルファディオスとアルカディアスと、ギャラクシー。まあまあ、ここは被ってしまったですね。仕方ないです。はい。そしてラスト。できれば黒城が欲しいんですけど。なんだ？アストラルスーパーリーフ。誰かな？ミミちゃんかな？確か。アストラルスーパーリーフ。アストラルリーフ。いいですね。僕が使っていた時代はアストラルリーフ4枚積みで。今は確か制限。だったかな？制限禁止かな？なんかそんなような気がします。あと、黄昏と、ストリーミングシェイパーですね。ここら辺も3枚、4枚積みか。4枚積みしてましたね。はい。っていうやつです。はい。残念ながら黒城のパックは出ませんでしたね。はい。まあ、しかしながら、アルカディアスのね、パックが出てくれたんで、よかったかなと思います。はい、ということで今回は、マスターズクロニクルの、パック開封でした。